カバちゃん、はい、セロのようなマジックがもしできるようになったらどう？世界中の男を虜にしたいです。それじゃあ皆さん、もうテレビご覧の皆さんも、それから今日のスペシャルゲストの皆さんも、超簡単なマジックのプロにしますから、よろしくお願いしますね。はい、これであなたも明日から奇跡のマジシャン。この後、超空間マジックがあなたのものに。これを見ればあなたもセロになれる。ケチャップ、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 うん、まあこういうのケチャップじゃなくても、お弁当に入ってる醤油入れとか、はい、まあこういうようなものを1個使います、うん、okay、でここにあるのはペットボトルにお水です、うん、このペットボトルを開けて、このお水の中にちょっとこれを入れていきます。まあ盛りますよね。この状態でケチャップが浮きます、はい、ペットボトルを裏返しにするとケチャップが上に行きます。このケチャップをこれから目のパワーで沈まさせます、沈め、物理学沈め、法則に反してるね。で沈んでしまうんです。でもう一度、今度は上がれ上がれ上がれ、ケチャップ上がってきます。なんだよ、なんなの。さあ、このトリックをあなたにお教えしましょう。まず水の入ったペットボトル、そしてケチャップなどの袋を用意してください。次にペットボトルを親指で押します。すると中のケチャップに圧力がかかり、浮力を失い沈んでいきます。このマジックのポイントは、目のパワーで動かすといい、お客さんの注意をケチャップに持っていくこと。その後そっと指でペットボトルを押しましょう。また押していない時はケチャップが浮いてきます。うまくコントロールしましょう。ではいきますよ。ダウン、うわー、すごい、 Very good。 石田さん大満足、水中浮遊マジック大成功。